リンゴ狩りだ。リンゴ狩りだ。リンゴ狩りじゃなくて、自分の日からだ。あ、名前だけ、その日だけ。あとロビーって書いておいてくれる。リンゴ一本ほら、あれすればいい。握りましたね、はい、
こちらを食べてみてください。はい、いただきます。召し上がれ。自分で作った光の合わせびどうですか。どう、おいしい。甘さ違う。甘さ違う。口の中でほぐれるじゃん。おいしいね。食べたい。ない。どうしよう。おいしい。おいしい。皆さん、ね、うん、びっくりだね。そう、これで、そう、私も最初そうだったの。それで衝撃を受けて、今こうやって本当にみんなに食べていただきたくて、ね、皆さん伝えるんだよね。そう、こんな棒を持って歩いてます。もうね、これ必須アイテムだよね。必ず車に積んでるんだよね。そうなの。はい。いや、本当にこのおむすびね、ご存知ですけど、あの水とお米とお塩だけなんですよ。なのにしっかりと光が入って自分軸が整いますよね。本当に不思議なね。で、自分軸ができるとここからあの何、地球とつながって宇宙とつながって、ここの循環が始まって、これが家庭とか地域とか世の中全体にこれが広がってこう循環し始めるんですよ。だからね、一人でもやっぱりこれを召し上がっていただいて、もう本当にね、世界平和だよね。みんなが幸せで、ハッピーハッピーって、もう塩むすびでハッピーって、そういう世の中にね、したいなと思って。質問いい。これって白米限定、白米限定です。あの、そうな、いい質問です。塩のむすび、光のむすびっていうのは本当にこの3つで作ったおむすびのことを言うんですよ。水と米と塩で、例えばおのりつけたいわってペタッとつけたら、もうその時点で光のむすびですから、もうなくなっちゃうんですけど、あと梅干し入れたいなって思って入れたら、もう光のむすびじゃないです。そう呼ばなくなってしまいます。玄米は、玄米もダメなんです。やっぱりこのね、日本人のね、そう、昔から食べてきた玄米はね、今本当に健康食で見直されてきてるけど、光のむすびって呼べるのは白米。はい、こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。今日は長野県は中野市に来ております。美味しいおむすびがあるということでちょっとやってきました。いらっしゃいませ。どんなおむすびなのか、ちょっと自己紹介含めてお願いします。はい、こんにちは。ケイコピンこと町田恵子と申します。そしてカズミンこと牧カズミと言います。こんにちは。こんにちは。なんかあの頭に面白いものかぶってるんですけども、あら、それは何でしょうか。あら、私たちのうちら鬼なんだよね。そうそうそう、みんなをハッピーにする鬼です。そうです、赤鬼、青鬼かなっていうイメージなんですけどね。おにぎりの写真が載ってます。それは何ていうおむすびなんでしょうか。はい、これは光のおむすびと言います。光のおむすび、はい、これね、光のおむすびって言って、はい、あの本当に食べたら分かる、あら不思議と、はい、なんだか知らないけど体も心も元気になっちゃうおむすびなんです。はい、食べたら分かります。そうです、食べたら分かります。特別なものは何にも入ってないです。これ光のおむすびは本当にシンプルに水とお米とお塩だけで作った塩むすびです。まあやっぱりこの手のひらで結ぶことに意味があるんですよね、これって。そう、皆さんまあお家でいろんなおむすび握られると思うんですけど、これはおにぎりというかおむすび、はい、結びなんで、もう本当にギュッギュッていろんな形にするのも一つの、まあ、おに握り方なんですけど、もう一粒一粒が本当に主役でつながって、みんなで仲良く集まってんだよっていう感じですかね。なるほど、はい、今日のその集いは、はい、どんなことがこう趣旨だったんでしょうか。実はあの前々からこちらのオーナーさんが光のおむすびご存知で、はい、で、あの、まあ、話の中で、私たち実は京都に行ってこの光のおむすびをね、ぜひみんなに食べていただきたい思いで、はい、あの
生み出したんですね。しっかりと、そう、講師できました。はい、講師の資格を取ってきたんですよ。学んで、あ、すごい。で、そういうお話をしたら、ぜひここでね、やってよっていうふうに言っていただいて、うん、そしたらあれやあれやで、もう今日も定員オーバーだったんで、ね、そう、6人のところ何人よ、倍だったんだ、10人ぐらいいましたね、うん、いましたいました、集まってね、みんながやっぱりね、これどっかしらで最近聞くようになってきてるみたいで、うん、そうなんですか。でも食べた方がまだね、そんなにない、今日も聞いたことあるけどまだ食べたこともないって言って、楽しみにね、いらした方大勢いました、うん、食べてもらいたい、食べてほしいです、うん、もらいたいっていうところで ねさせてもらいましたよね、はい、まあ、食べてもらうには結局ここへ集いに出なきゃなんないね。そう、 そうだね。でも他にはほら私たちやってるじゃん。そう、私たち、うん、あの実はなんでオニオメイズキッチンっていうのね、はい、千曲市と須坂市で、あのワンデーの、はい、カフェをやってまして、そちらでね、最近もう光の結びを、ね、主食に出してるね。先ほどいただいたんですけども、なんか一口食べるだけでなんか違う感じしたんですけど、さっき本当に分かってくれたの、すごいじゃない、なんか力が出るような、そうよかったね、そう、その本当に不思議なおむすびで、はい、はい、もうね、これはね、ぜひ食べていただいて、で自分で体感していただいて、うん、うわーって感動していただきたい、うん、本当に食べてみたいって思ったら私たち呼んでいただければね、はい、どこでも行っちゃうね、どこでももう握りますので、あ、結びますので、呼んでください。その須坂のワンデーカフェっていうのは、そこ行っても食べられる、食べれます。それはいつやってるんですか。今度は3月は20日になります。20日、3月の20日になります。やるわけです、はい、そうです。山十さんで、山十さんで検索すれば出ますか。出ます、出ます。特にね、皆さんに食べていただきたいんですけど、うん、もうこれからのね、未来を築いていく子どもたちに食べさせてあげたいんですよね、うん、そう、この回はね、そこをね、目指してるからね、うん、そうなんです、このそう、自立してね、うん、育っていっていただきたいっていうところがあるので、まあうちも子供いますけど、あ、そうなんですね、今の子ってなんかこうお友達の考えに流されちゃう子が多い、うん、なんか自分ってものを失ってる、見失ってるような子が多いなと思ってるんですよね。で、まあ子供たちに限らず、多分私たち大人もそうだと思ってて、で、それをね、やっぱりこのおむすび食べることで自分軸がしっかりできるので、もうね、周りが何であろうが、どう思われようが、自分はこうなんだよっていうちゃんとした道を歩んでいけると思うんですよね、はあ、そういうね、ブレないなくなるね、むすぶようになってから毎日食べてるけれども、はい、やっぱりいらないものはどんどんこう、なく、いらない、なんて、断捨離じゃないけど捨てていける感じ、だからすごく軽いから、すごい楽しくいけてる感じは、それは自分でも感じてます。感じる感じる。今後目標は何かありますか。今後はもうとにかく一人でも多くの方にこの光の結びのね、そう、食べてももらいたいし、まあね、私たちみたいに伝えられる人とかね、みんなで結んでみんなに食べて、やっぱり本当にこの世の中って言ったら変ですけど、一人一人が幸せなね、そうそうそう、生活いけたらいいなって思いますよね。そうだね、そこをお手伝いできたらいいよね、私たちがね、おむすびを通じて、そうですね、なんか私たち鬼なんですけど、なんで鬼だったんですか。なんか会っただけで元気になりません、皆さん。そうですよね、そこを目指してるんですよ。なんか知らないけど楽しいよねとか、そう、なんかわかんないけどワクワクしないっていう、だってね、普通さ、こんな格好して出てきてこんにちはって言われたら、えぇ、ー、じゃないですか、みんな引いちゃうじゃないですか。でもそこをあえてやってるのは、やっぱり私たち大人もさ、楽しんでるところを見せたいっていうのがあるので、子供たちが見て、なんだあの大人、でもああいう大人になってもいいんだなっていう風な思ってもらいたい。あとね、大人の皆さんに対しては、え、あんな緩くていいのって、そう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 、大人の方からもそういう風に見てもらいたい、うん、うん、なんだ、じゃあ今までこんな一生懸命して頑張って頑張って、でも苦しくても頑張ってる人たちたくさんいるんだけど、そうじゃなくていいんだっていう、なんか気づきのきっかけを与えられたならなっていうこともあって、こんなおかしな格好してます。
でも楽しいよね、うん、なんか自分たちもやっぱり本当に、なんかこれ被ることでスイッチ入るんだよね。なるほどなるほど。そうなんですよ。もう何だか知らない。実際テメなので、そうなの。なんでって言われても、たまにね、パーマかけ直してね、そう整えてね、スイッチを入れるためのものですよね。そう。手入れがね。手入れがちょっとないですよ。してあげないと。なるほど。そう。はい。ぜひ夢に向かって、はい。頑張ってください。はい。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん召し上がってください。待ってます。待ってます。